皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。日本初のグローバルグループチームが「お台場冒険王2024」「めざましライブ」の大トリを飾りアンコールを含む全8曲を披露した。写真チーム「めざましライブ」の模様 BTS、Seventeen、ジャスティン・ビーバーなど世界で活躍するアーティストが所属するさまざまなレーベルを擁するハイブ。 そのハイブミュージックグループレーベルのハイブラベルジャパンが手がける日本初のグローバルグループチーム昨年トップバッターを務めた「めざましライブ」今年は鳥を飾ったチームによるパフォーマンスにおよそ7,000人の観客が熱狂したオープニングでは水しぶきが飛ぶように爽快かつ力強いダンスが特徴的なスカートスカーで登場し会場の熱気は急上昇 続いて、オリコン週間シングルランキングで自身初の1位を獲得し、初週売上枚数自己最高記録を達成したセカンドシングルからタイトル曲、セラン「青蘭青嵐」を披露し、灼熱の会場に爽やかなメロディーを送り込んだ。さらにスペシャルカバー曲として、「先輩」、BTS の「ダイナマイトを披露し、キレのある揃ったダンスで観客を魅了した。また、会場内に隠された目覚ましくん球隊を、 イー、e、はキュートアクセント付きがリレー形式でチームメンバーまで運ぶと目覚ましくんの後ろには「最高の夏ありがとう」というメッセージが「新茶おかしい」ではサプライズで水鉄砲を使った演出やステージを降りてリュヌの近くまで行き客席を駆け抜けリュヌを巻き込んでステージを楽しんだ続いてセカンドシングルの収録曲「ひまわりインプリンティド」 を披露すると目覚ましポーズで締めくくった最後にマイクを逆手で持つキャッチーな動きが特徴的な声変わりを歌い上げステージを後にしたステージ終了後もチームを呼ぶ声に包まれた会場に再び登場アンコールステージとして夏にぴったりな曲「Firework」ーーを披露し会場のボルテージは最高潮に達したデュヌに捧げる夏の思い出として 目覚ましライブの大トを締めくくったステージの様子は30分の8の、目覚ましテレビでも応援予定だ。アンドチームは8月7日にセカンドシングル、青イ青嵐をリリースし、初週売り上げ枚数は前作を上回る46.1万枚、総出荷数は60万枚超えと自己最高記録を更新し続けている。オリコン週間シングルランキングで自身初の1位獲得。 2024年8月19日付集計期間、2024年8月5日、月曜日、8月11日、日曜日に加え、2024年8月14日公開、集計期間、2024年8月5日、8月11日のビルボードジャパン週刊シングルセールスチャート、トップシングルスセールスでは、初週46万1863枚を売り上げて1位を獲得。 さらに8月13日午前にセイラン青嵐メガボルトが自己最速で1000万再生を達成している9月3日には結成2周年を祝うアニバーサリーイベントアンドチームセカンドアニバーサリーエンデーを実施予定どう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう